だからさっきはほっとしたんです。お二人を見かけて。え、二人？すぐそこにいるのに、話ができるのに、2年間溜めてきた思いを語り合えるのに。あの、どうかしましたか？渚ちゃん？岡崎さん？こんなことって。透き通る夢を見ていた、柔らかい永遠。風のようなかすかな声が、高い空から僕を呼んでいる。このままどう見たってば、どこにだって行ける。重ねた手と手の中に小さな未来が見えたら、光の中揺らめいた言葉も思いも全部遥かな君まで残さず伝えて、きっと。こんな噂を知っていますか？噂？今この学校にフー子がいるって、お友達と一緒に元気に駆け回っているって。伊吹先生。もちろんそんなことがあるはずないって分かっています。だって私は毎日あの子の寝ている姿を見ていますから。夢の中だけでもあの子がそうしてたくさんの友達に囲まれているなら、それだけで嬉しいです。夢しか見ることができないなら、せめてその夢の中ではお友達と駆け回っていてほしいんです。もしあの子がこの学校に通っていたら、岡崎さんと渚ちゃんはあの子のお友達になってくれますか？はい、絶対に。コウコさんの妹なら可愛いに決まってます。一生懸命でほっとけなくて、一緒にいると楽しくて。それだけでも救われた気がします。人付き合いが苦手で友達が少ない子でしたから。だから一緒にいてあげてください、夢の最後まで。コウコさん、こんなことを俺が言う筋合いじゃないんだけど。え？彼氏と結婚してください。妹さんも絶対にそう願ってますよ。そう思います。私も。自分のせいでお姉さんが結婚を迷ってるなんて、妹さんもきっと悲しみますよ。妹さんのためにも彼氏と結婚してください。そうです、先生の幸せが自分の幸せだって絶対に思ってるはずです。お二人の言葉には不思議な力がありますね。本当にあの子がそう思ってくれている気がします。たった今までそんな風に考えられなかったのに、風子を置いて私一人だけが幸せになるなんて。そんな思い込みをしてる方が自分勝手ですよ。本当にそうかもしれませんね。私幸せになります。コウコさん、妹さんはいつか目が覚めるんですよね。私はそう信じます。ぜひ気に入っていただけましたか？ぜひ。よかったら私のお姉ちゃんの結婚をお祝いしてもらえませんか？ぜひ。了承ですか？ありがとうございます。ぜひぜひ。私知りませんでした、お姉ちゃんが結婚するのを迷ってたなんて。でもよかったじゃないか、コウコさんが決心して。はい、岡崎さんのおかげです。フー子、もっともっと頑張ってお祝いしてくれる人を増やします。ああ、学校中の生徒に人手を配ろうぜ。強いやつだよな。フーちゃんに必
かわいそうなことをしてしまいました。お前は悪くないさ。責められるとしたら俺だ。俺はあいつを信じてやれなかった。コウコさんに合わせてあいつの正体を確かめてやろうなんて思ってたんだ。結局お前が正しかったんだな。どうぞ。ああどうも。あのこれどうぞ。ふーちゃんますます張り切ってます。あとはあいつが目を覚ませばハッピーエンドなんだけどな。きっともうすぐです。そしたらふーちゃんも伊吹先生の結婚式に出られます。あのこれどうぞ。完全無視か。まるでふーちゃんが見えてないみたいです。あそうだ、もう一人受け取ってくれそうなやつがいた。ことみことみことみ、おい気づけ。ことみちゃん。ともやくんってなんでこれで気づくんだよ。どういうご関係ですか。こういう関係としか言いようがない。そっちの人は。これを私に来ました。よかったらどうぞ。いじめっ子。いじめてるわけじゃない。お前にプレゼントしたいんだって。プレゼント。はい、よかったら私のお姉ちゃんの結婚式をお祝いしてください。お星様。いや、人で。人で？人でっていうと学名はアステリアスアムレンシス無脊椎動物棘皮動物門。英語ではスターフィッシュとかシースターとか呼ばれる肉食の海生生物のあの人で。はあ、すごいです。うん、岡崎さん、この人フーコより人手に詳しいです。ああさすが天才少女だ。動物のことはあまり詳しくないの。そんなことないです。あなたのような方にこそ受け取っていただきたいと思います。ぜひどうぞ。プレゼント、ありがとう。喜んでもらえてよかったです。お前ら気が合うんじゃないか。どっちもぼーっとしてるし不器用そうだし。風子不器用じゃないです。岡崎さんよりはるかに器用で機敏だと思います。ほう、言ったな。じゃあ早口言葉で勝負してみるか。受けて立ちます。東京特許許可局、東京特許許可局、東京特許許可局。最後の方名古屋になってました。んな噛み方するかよ。お前結構こすいのな。こすい？ずるいって意味だよ。ふーこずるくないです。とてもフェアです。近所でもあの子はとてもフェアだとよく言われます。どんな近所だよ。行きます。キョ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 。どうですか。やってやったぜみたいな顔して言うな。岡崎さん、とても失礼です。失礼なのはそっちだろ。よっ、今日も仲良さそうじゃん。全然仲良くないです。そうだ、今も喧嘩の真っ最中だ。うん、岡崎さんも砂原さんも風子を困らせるようなことしない方がいいです。さもないと恐ろしいことが起こります。へー、何が起きるか教えてよ。ふれふれ、何が起きるって。どこに連れてったんだ。わかりません。うん、今日もいっぱい配りました。はい、家に帰ったらまた明日の分を作ります。風子、今日も一人で帰ってくれるか。俺たちちょっと用事があるんだ。お邪魔します。こんにちは。あら、いらっしゃい。今日はどんなご用ですか。ちょっと聞きたいことがあって。コウコさん、結婚しようって気持ち変わったりなんかしてないですよね。それが心配で確かめにいらしたんですか。
大丈夫です。もうユウスケさんとも話をしましたから。そうですか。ただ式場の予約が取れなくて、式を挙げるのはだいぶ先になりそうです。幸せな人たちが多いんですね。式場か。本当は学校で式を挙げたかったんです。教壇に立っていた光坂高校で。うちの学校ですか。教え子や先生たちに囲まれて式を挙げられたらなって思っていたんです。妹に付き添ってもらって。お前またかよ。はい、すみません。あの、ちょっと聞いてもいいですか。はい。風子、妹さんって友達を作るのが苦手だって言ってましたよね。どんな女の子だったんですか、事故に遭う前って。私が教師になって最初の夏休み、親戚同士で海に行ったんです。ふーちゃんと年の近い子もいました。でもずっと私の後ろに隠れるようにしているんです。みんなに話しかけられても挨拶もちゃんとできなくて、ずっと浜辺で人手と遊んでいたんです、一人ぼっちで。その時初めて分かったんです、ふーちゃんは誰にも寄っていかない子だって。そんな感じであの子は中学を卒業しました。この子はあんまり話しないよ。でもこのままじゃダメだと思って、春休みに入ると私はあの子を突き放して過ごしました。とても辛かったですけど、私は忙しいふりをし続けたんです。ふーちゃんとても寂しい思いをしていたと思います。でもその寂しさが新しい学校で友達を作ろうっていう意気込みに変わればいいと思って。そして入学式の朝、あの子は言ってくれたんです。頑張ってお友達を作るって。あの日はとても気持ちのいい朝で。その入学式の帰りに事故に。でも不思議ですね、渚ちゃんも岡崎さんもどうしてそんなにふーちゃんのことを気にかけてくれるんですか。一度も会ったことがないのに。それはもしかしたら俺も古川も妹さんに少し似たところがあるからかもしれません。伊吹先生はふーちゃんが寂しい気持ちのまま眠ってると思ってるんですね。風子が目を覚ますまでのことだ。退院して学校に通えるようになれば、あいつには大勢の友達がいることが高子さんにも分かってもらえる。はい。確かに受け取ってくれるやつは増えてきた。みんな風子が普通に退院したと思ってるから幽霊の噂も消えた。退院って何のこと。お前勝負に負けたくせになんでここにいるんだ。硬いこと一個なし。愛する渚ちゃんに会いたいんだからさ。ありがとうございます。でも篠原さんにはもっと素敵な人が現れると思います。一瞬で振られた。しかし依然として風子を無視するやつも少なくない。そこで何か別なものを配ってみてはどうかと思うんだが。その必要はないです。受け取ってくれた人みんな喜んでくれてます。口だけ口だけ。手裏剣なんかもらって嬉しいやつなんかいないよ。手裏剣。手裏剣でしょこれって。これは人手です。人手。ずっと手裏剣だと思ってた。うん、岡崎さんも篠原さんもとても失礼です。でも確かにほとんどの人はこれが人手だとは知らないと思います。教える必要ないだろう。人手の魅力を分かってもらえそうな人にはいずれそっと教えてあげたいです。実は人手です。それ単なる嫌がらせだぞ。じゃあ全校生徒に配り終わった後に校内放送で発表します。実は人手です。全校生徒が一堂にこける様は見てみたいが。こけないです。お祭り騒ぎです。きっと人手記念祭として創立者祭みたいな学校行事になります。それはあんまり見たくない。
やっぱりもっと可愛いものを配ろうよ。あ、それなら。却下。まだ何も言ってません。聞かなくてもわかる、団子大家族だろ。そうですけど。お前、渚ちゃんの意見を軽く流すんじゃねえよ。なら、お前は可愛いと思うのか、団子大家族。ぐっ。そりゃ時には可愛いと思える状況もあるだろうさ。時にはじゃなくて、いつも可愛いんです、団子大家族は。あの、渚さんには悪いんですけど、団子大家族より人手の方が可愛いと思います。お、人手 VS 団子戦争勃発か。もちろん人手も可愛いです。でも団子大家族の方がちょっとだけ勝っちゃってます。団子大家族の良さも分かります。分かった上で、風子は人手を推したいと思います。あの控えめな渚ちゃんが、これだけは譲れないのか。人手には歌がありません。でも団子は可愛いので歌があります。歌います。だんご、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 大家族。人手だってそれぐらいいけます。歌います。人手、人手、それパクリです。このやりとりどこまで続くの。知るか、こうなったらもう誰にも止められん。では人手と団子2つが揃って1番です。はい。頭を冷やして仕切り直しだ。やっぱり風子は人手を貫き通したいです。ここで変えてしまったら負けかなって思います。お前何と戦ってんだよ。だってこんなに可愛い。まだだ。角原、この机の上に顔を置いてくれないか。なんで。頼むよ、お前の男前の顔じゃないとダメなんだ。仕方ねえな。なんて扱いやすいやつ。岡崎さん、何を。あ、人手をつついてたら和みすぎてしまいました。いいよ、好きなだけつっつけよ。言われなくてもつつきまくりです。痛そうだ、痛そうだ。古川、ちょっと付き合ってくれ。甲村に会いに行く。珍しいの、お前がわしに相談事とは。伊吹っていう美術の先生、覚えてるだろ。伊吹先生か、よう覚えとる。並外れてるの、胸毛の濃い人じゃった。違う、伊吹高校、3年前に辞めた美術の先生だよ。そうじゃった。近頃物忘れが激しくなっての。その人が結婚するんだ。お、それはおめでとう。相手は俺じゃない。紛らわしい言い方せんでくれんか。全然紛らわしくないだろ。たく、どこまで本気なんだ。頼みというのは、この学校で結婚式を挙げさせてやりたいということかな。どうしてお分かりになったんですか。伊吹先生が在職中にそんなことをちらっと言うておった。わしとは仲良しでよくおしゃべりしておったからの。どこが物忘れが激しいんだよ。どうでしょう、許可していただけるでしょうか。校長や教頭に掛け合ってみよう。何案ずるな、うちの教職員連中はみんな伊吹先生のファンだったからな。学校で結婚式を。はい、小村先生が取り計らってくださるそうです。式場が開くのを何ヶ月も待つ必要なんかないですよ。ありがとうございます、渚ちゃん、岡崎さん、うん、お二人に言わなければならないことがあります。先日、妹の容態が変わりました。お医者様がおっしゃるには、もう目を覚ますことはないだろうって。私は
ふーちゃんはきっといつか目を覚ますと信じています。でもそれが1週間後か10年後かは。結婚したら隣町のふーちゃんの病院の近くに住もうと思っています。そうすればもっと長い時間一緒にいられますから。ふー子は知ってたのかな。だから自分にできることは式の参列者を増やすことだけだって。おい元気ないね。なんかあったの？お前こそさっきから何ぼんやりしてるんだ。お前と渚ちゃんが行っちゃった後妙なことがあったんだよ。あのよかったらこれどうぞ。あのよかったらこれどうぞ。おいちょっと待てよ。ん？角原か。なんか用か？とぼけんじゃねえって。下級生が声かけてんのにシカトすることないだろう。下級生？何のことだ。何のことだじゃねえよ。今女の子が声かけたろ。彫刻渡してどうぞって。お前何言ってんの？何って？女の子なんてどこにいるんだよ。嘘や冗談じゃなかった。あいつらには風子ちゃんが見えてなかったんだ。岡崎、あの子何者なんだ？どういう意味だ？伊吹風子って生徒のことを聞いたことがある。入学式の日に事故に遭ってそれきりずっと入院してるってさ。あいつは磯貝風子だ。部活中の1年に片っ端から聞いてみた。そしたら磯貝風子なんて名前誰も知らなかったよ。それだけじゃない、あの子は忘れられている。忘れられている？彫刻をもらった生徒もあの子のことを忘れてるんだ。彫刻なんてもらった覚えはないって。岡崎、一体何が起きているんだ？なんでみんな風子ちゃんの記憶がないんだ？岡崎聞いてるのか？岡崎気に行く。こうやって関係の薄かったものから忘れていくんだ。おかえりなさい風子ちゃん。